はい、 J チャンネルです。ですね、今回スピーカーですね、スピーカーを変えたんですよ。変えて、今まで使っていたのはね、ローランドのエディロールっていうやつだったんでね、これがまあ 4,5 千円もするかしないかのやつで、でちょっとこう今年か去年かな、あ、マッキーのやつね変えたんですけど、それでちょっとねあれで考えるところがあって、もうちょっといいやつを買おうかなと思って3つ今使っているんですけどね、それで聞き比べてみるとやっぱりあの好みもあるんですけど、やっぱりこう音が全然違うなという感じで、これをねどういう風にしたら表現したら分かるんだろうとね、あの平等な感じで、音の違いをねできるんじゃないかなという感じでやってみたんですが、一応あのマイクなんかをねセッティングして、同じ条件で比較してみたら面白いかなと思ってね、まあなかなかこのマニアックな感じですけどね、好きな人は好きという感じかもしれませんが、新しくスピーカー買ったのはヤマハのですね MSP3 です。これが3万ちょっとぐらいします。でマッキーが1万2、3000円のやつで、エディロールが、5、6000円、4、5000円かな、いいやつで6000円ぐらい、だいたい買った時は4、5000円だったと思うんですけどね、だから5000円ぐらいのやつとその倍の1万2、3000円のやつと、もっと倍の3万円のやつの、ね、音がどう比較するかという感じをやってみたいと思います。よかったら最後まで、ね、聞いてみてください。前も言ったんですけど、やっぱりあの聞いてくれるスピーカーで全然変わってくるんで、なかなかね比較しても分かりづらいかもしれないんですけど、あのある程度ヘッドホンなんかで聞くとやっぱり違いが分かってきて、好みはあると思うんですよ。僕はこれがいいと思っていても、聞いてる人はこれがいいと、また自分の部屋で聞くとまた変わってくるんですけどね、それをやってみたいと思いますがね、カメラをね切り替えて、見てみたいと思います。ではまた。はい、マイクを切り替えました。ちょっと斜めになってますけど、音は別に撮ってますので、斜めになっていてもあの、ね、ちゃんとこう公平に撮れてますのでね、一番右ですね、右がエディロールって書いてあります、ローランドですね、ローランドの一番、ローランドの前のやつですね、エディロールという名前 で出していたやつで、MA5A ですね、これなんですけどね、真ん中がマッキーの CR3 モニタースピーカーですね、で一番左が最近買ったヤマハの MSP3 という感じになっています。今こういう感じでですね、移動できる感じで、ちゃんとこうマイクの前でこういう感じでやればちゃんとねできるんじゃないかという感じでやっております。音を出してみたいと思いますが、音はですね、著作権の関係で選んでます。多分なんか聞いたことある曲かもしれませんね。今一番右ですね、エディロールのところですね、ここにもマイクをやってますので、これで音を出してみたいと思います。音は Hey Girl という曲ですね、こちらです。はい、ディロールですね。でちょっとこれがこっちにグーッと来て、マッキーの方のところで音が出るようにしておいて、初めからやります。マイクの音は切ってからスタートします。マイクの音は切ってから、はい、今のがマッキーですね、 CR3 です。はい、次は一番左ですね、ヤマハの MSP3 ですね。はい、こんな感じですね。いかがだったでしょうかね。もう一回やってみましょうかね。これをちょっとエディロールです。
愛という感じでやってみましたが、いかがでしょうかね。どういうふうに違いが出た。この部屋にいないと分かんないですけどね、一番右の方ですね、D ロールの方はちょっとこうクリアです。クリアです、ちょっと軽いって感じがして。で、マッキーの方はちょっとね、低音がボンボン来すぎてるという感じで、ちょうどいい感じがヤマハでして、7MSP3、もう少しこう、音が良くなるとは思うんですけど、これの違いがですね、感じていただけたでしょうかね。若干好みもあるので、好みであれですけど、この差がこれだけあるのか。エディロールですね、一番こっちのエディロールが5000円ですね、13000円、31000円ぐらいですかね。販売価格によってはちょっと若干違いがありますが、ちょっとね、なかなか、分かりにくいですね。ちょっといつもやるかけるやつの出してみましょうか。こんな感じですね、いつも、こういう感じですね。これがヤマハですね。ヤマハマッキーですね。マッキーちょっとこもってるんですよね。はい、エディロールですね。若干もう低音が全然ない、低音出そうと思ったら出るんですけどね、これはね、バスとかトラブルがあるから。こんな感じですね。はい、もう一回だけ、マッキーですね。はい、ヤマハですね。はい、こんな感じでしたけどね、いかがでしょうかね。好みもあると思いますが、やっぱヤマハがいいかなという感じもしますね。これ直接つなぎ方によっても違うんですけど、今はオーディオインターフェースで、各自やってますので、ほぼ同じような感じで音が出るとは思うんですけど、やっぱりスピーカーの性能によっては変わってくるという感じですね。ついでにね、ヤマハのレビューもしてみたいと思います。この一番右から右ですね、エディロールと、マッキーと、そしてヤマハ、エディロールとヤマハとマッキーの違いはですね、つなぎ方が全然違うんですね。このマッキーとエディロールの方は一つに、例えば N なら L に行っておいて、そこから分けるという感じにしてるんですね。だから、こういう感じですね。こういう感じになってると、2つになってると、スピーカーの部分と本体の部分がなってるという感じですが、このヤマハの方はですね、全く同じものが2つということで、だから線をつなぐときに、L と R を両方こう、ね、つながなきゃいけないという感じなんですけどね。あとは、マッキーの方はピンと、フォンジャックの方のインがあって、これが非常に良かったと。2つできると。ただボリュームは一緒なんですね。それに従ってヤマハのですね、 MSP3 の方はこれがすごくいいんですね。ピンジャックが入力が1であって、で、2の方が XLR とフォンジャックがあっていて、1と2があって、それでボリュームがついてるんですよ。1と2があって、どういうふうな使い方をするかといったら、例えば1でパソコンから音を出して、で2では DTM ミキサーからここで入力するという使い分けもできるし、本の方は楽器から直にでもできるし、こういった使い方ができるんでね、非常にここはね便利ですね。ボリュームも全く別で個別にありますから、ライン1のボリューム、ライン2のボリュームができるんで、これはやっぱりこう値段だけのね、差があります。これ使いやすいです、すごく。でマッキーはちょっとね、低音が効きすぎるという感じもするんですね。ヤマハの方とエディロの方は、バスとトレブルのね調節ができているんで、好みの音に変えられると。マッキーはそれができないと、ちょっとやっぱりこうそこらが違うと、全然違うと。でほとんどフラットに近い感じですね。どっちも12時ぐらいにセットしてると、ほとんどこれ、ね、フラットの音で、モニターでスピーカーで使うので、そんなにね偏った音じゃないという感じにすると、やっぱりマッキーのはちょっとね、低音がきすぎて、モニタースピーカーじゃない、だから低音バンバン、好きな人はいいけど、モニタースピーカーとしてはどうかなというふうな感じで僕の感想ですね。
ただマッキーの評価は良かったので買ってみたんですが、やっぱり1万2000円ぐらいかな。やっぱり山の方はね、やっぱりちょっとこの好みもあるかもしれませんが、もうほとんどフラットなね、安定した音があると。お使いやすいし、ちょっとこれで行ってみた。まあやっぱり評価もいいしね、やっぱ最初からこの2つで3万出して山の下けは良かったなと。3万1000円ぐらいかな。1,2000円ぐらい。これで良かったかなと。当分でこの山で行こうと思ってます。いい感じですね。どうでしょうかね。ちょっと音声がどうか編集してみないと分かりませんが、できるだけこのね、公平にやったつもりなんですけどね、なかなかまあ機材の関係であれですけどね、何かありましたらまあね、ご意見とかご感想とかね、いただければと思います。ということで、今回はですね、まあ価格別のですね、スピーカーの比較をやってみました。と、あと、ヤマハのね、MSP3 のレビューをさせてもらいました。まあこんな感じですね。はい、またよかったらまた J チャンネルでした。またよかったら見てください。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。